いいたします。いるよだって。あれ、あ、ちょっと待ってください。ちょっと待って。2階に上がられない方は落ちる。あ、これムービーでしょ。ああ、ムービーで撮ってんだ。目で見えますからさ。いや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 、そう分かってますけど。こんにちは。落ちろ。いっちゃん中に戻っちゃったみたいですね。こんにちは。はい、下の今いたろ、今いたろ、ね、ナップサックが欲しいんですが。はい、今行きます。あ、来てくれるって。どうなの。電卓お決まりになりましたらお手数ですよ。この電卓決まったら、いや、ください。ナップサックが欲しいんですが、急に目に見えたもの言っちゃったんだけど、買わねえからね。あ、来てくださいました。こちらの文房具屋さんはインターホンで欲しいものを言うとお買い物ができるドライブスルー的なシステムのお店らしいっす。あの、お年寄りの階段が、あ、結構しんどいからね。どうしてそんな優しいんですか。だってね、年取った人も多いから。自分だけ変わっちゃう。50も年取ってるから。おい、ちなみに失礼ですか、おいくつ。大将。大将、80超えてますか。その人が気を使う人ってどんだけ。はい、そうですよ。1050円。せっかく俺にいてくれたんですか。じゃあごめんなさい、ちょっと1100円しかない。ああ、申し訳ないです。いっぱい上行かなきゃいけない。大丈夫ですよ。オフィスにいるんですか。50円。すみません。うわ、早い。早い。早いな。大正生まれて早い。足元気をつけて。足がチラッと見えてるよ。うわー、足元がよかった。でも今言えば。いや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 。いいですか、これで。これ、そしたらまた。誰かにあげて。きっとこれ使えますよね。いや、これ、AD が早い。びっくりしてびっくりしてる。早いっすね。リプレイしてみるとお釣りを取りにめっちゃあくびしたね、今ね。めっちゃあくびした。そこで寝直すのかな。走りが健康の秘訣だということにしておきましょう。